どっちかというとその普段の活動の方が大事で、私よく言うんですけど、決算書なんかは季節外れの通信簿なんでね、あれが出る頃には、まあ数字としては見れるんですけど、まあ、その時には時すでに遅しの場合もあります。だから普段の活動があって、ただしやっぱり人間ですから、人間ドック行くのと一緒でね、やっぱり何か数字で、定量的にこう測るっていう行為が必要なんで、そういう時にはまあ、必要だと思います。ただ毎日毎日ちょっと決算書は私でもやってないです。普段はやっぱり営業活動、あと労務管理とか、あとお客さんのためとか、こういうことでいいと思います。ただどっか我に返る瞬間が月に、せめて月に1回欲しいと思います。最近はその昔はその安定性とかいうことで、まあ貸借対照を見てどうのこうのとかねあったんですけど、まあ、簡単に言うとですね、ただしやっぱり最近はやっぱりどんだけ利益が上がっているか、あとまあ経費を賄って利益が残っているか、あともっと言うと生々しいのは預金通帳の残高ですよね。だから預金通帳の残がなくなるとやっぱり会社は続けていけないので、やっぱりそれも見ながら、ただしなぜなくなったかというのは財務分析する必要があるんでね、そこで補助的な資料といったらおかしいかな、やっぱりそこで決算書というのが出てくる。なのでちょっとまあ順番からいくとどうですかね、ま、皆さん預金通帳の残の方が結構気にしあるんじゃないかと。それは間違いではないと思います。対してそれがどうなったのかということで、やっぱり決算書を見ていく。でその時にやっぱり利益率が落ちているということは、何か付加価値が下がってるんじゃないかとか、お客さんの要求に応えられてないんじゃないか、例えば経費が増えてたらどちらかというとやらなくていいようなことをしているんじゃないか、無駄があるんじゃないかということは見ていけると思います。私自身がですね、まあ開業したくて開業したんですけど、まあ一発端くれ、経営者の端くれになってしまったんですね。でサラリーマンの家で開業したかったんです。で開業したんですけど、やり始めるとやっぱり事業主なんですね。でその時にお客さんがゼロから始めたんで、どうやって売り上げを上げていかなあかんとか、どうやってお客さんを増やしていかなあかんとか、そういう疑問が当然湧きます。これは多分他の方と全く一緒だと思うんですね。ほんでやることがないんですよ、ないですよね。ほんでいろいろ動いてみるんですけど、なかなかこうちゃんと成績に残せない、利益が残らない、こんな状態なんで、自分がやっぱり勉強しなあかんなと。やはりマーケティングの話だ、お客がどうやって増やせられるかとか、どうやってちょっとこう一位を作っていくかとか、差別化するか、特徴を作るかっていうような話が出てくるんで、やっぱりそこはうちにとって、私にとって肝というのは、税務会計をしゃべれる税理士が多くても、なかなかそこら辺のとこ、こうちょっと付帯的な周辺をしゃべれる人が案外いない、まあ、逆に言うとそれがうちの、私の差別化であるっていうのもあって、ちょっとそこら辺を徹底的に勉強しながら、それも経営者の方と一緒に、私もだから結局一緒に勉強してます、楽しく、はい、なるほど。あんまり世界平和とか思っていなくていつも言うんですけど、小室さんだけ儲かればいいなっていうのがまずはあります。でマザーテレサであるまいしと言っていつも笑いを取ってるんですけど、まあ、私が関わっている方がまず元気にですね、やっぱり利益も出しながら、人を雇用を増やしながら、こうやっていろんな勉強をしながらですね、頑張っていかれると。でひいてはそれがね、やっぱり県内をにぎやかにすることですし、結果的にそれが全国に波及したりとかいうことがあるんで、やっぱりそうやってなんていうんですか、活発な活力のある企業が一社でも増える。だからその上場するとかそういうこととはまたちょっと違うね、うん、なんか一社上場会社を生んだっていう、そういうなんかこう功績ではなくて、もうそもそもですね、税理士の功績でもないんでね、そんなんではなくて、ちょっと杉本と知って、杉本のことを知って、まあ、杉本と出会って、なんかいろんな考え方が変わってやってみたら、なんか楽しい経営ができるようになったよと。で結果的に数年後にそのおかげで楽しくやれて、経営って結構
楽しいことばっかりではない、それは皆さん知ってるんですけど、それをこう楽しくね経営するということを身につけていただいて、ほんで結果的にこう儲けも出て、あの生き生き頑張れるという人が一人でも二人でも多くなると、まあ、それは嬉しいですよね、うん、その時にちょっと名前なんかを出していただけると、うん、まあ仕事冥利に尽きるというか、私としては非常に、まあ、そこは満足だし、これからもそういう人間でいたいと思ってます、うん、お名前にも関わるんですけど、やっぱり多分たった一粒がたった一粒からっていうところだと思うんですね、うん、でやっぱりこれは小さなことを継続していくとっていうのもつながるんで、やっぱり経営っていうのもその急にあの一人でやってた会社がですね、あの何百人も雇うとかそんなことにならなくて、やっぱり一個一個に積み重ねてね、縁と運を大事にされる方がやっぱりそうやって花開いていく、でそういうことを思っていらっしゃって始めておられるんだと思いますし、で9回しかと思うのか9回もと思う側なんですけど、私はでもセミナーっていうのをさせていただくと継続する難しさを十分存じ上げてるんで、よく続けていらっしゃるなと、時にめげる時もないかなと思いながら頑張っていらっしゃるんで、まあ何かの形でまた出させていただくなり、あの今回初めてね講師ということで出させていただいたんですけど、まあこれからちょっと受講生としてね私も勉強していきたいなと、でそういう機会をお作りいただいて、いい非常に夢のある企画をねされていらっしゃるなと、私の戦略社長塾とはまた違うね角度形で貢献していらっしゃるんだなということで、あのぜひ、まあ、当然応援してますけど一緒に頑張っていきたいなというふうに思ってます。